ネジ花は、ラン花ネジ花族の小型の多年草。別名が、文字ずり。湿っていて、日当たりの良い、背の低い草地によく生育する。花色は通常桃色で、小さな花を多数細長い花形に密着させるように、つけるが、その花が、花形の周りに、螺旋状に並んで咲く、ねじれた花女が、和名の由来である。ねじれ花、ねじり花、ねじり草とも呼ばれることもある。 学名のスプランシスは、ギリシャ語のスプラアントスに由来する。右巻きと左巻きの両方があり、中には、過剰がねじれない個体や、途中でねじれ方が変わる個体もある。右巻きと左巻きの比率は、大体1対1である。家系から伸びる脂肪は緑色で、茎に沿って上に伸び、その先端につく花は真横に向かって咲く。家系の高さは10から40センチメートル。 花は小さく、五弁が、ピンク、新弁が白。花のつく位置が茎の周りに、螺旋状であるため、花形の周りに、ピンクの花が、螺旋階段のように並ぶことになる。この螺旋は、右巻きと左巻きの両方が見られる。小花鉢のような小型の花鉢などが花粉界を運んで、多花受粉が起こる。放火昆虫が入り込めない、隔離温室内などで開花した個体の場合、 基本的にはほとんど結実が見られない。しかし長期にわたって花粉界が運び去られないと、これが崩壊して中東に降りかかり、自家受粉を成立させる場合もあることが知られている。開花時期は4から9月。葉は柔らかく厚みがあり、根室状に数枚つける。陶器は楕円形だが、生育期間中は細長く伸びる。根は極めて太短く。 細めのサツマイモのような形で数本しかない。ごく稀に、真っ白い花をつける個体が見られ、園芸愛好家に好まれる。日本全土、ヨーロッパ東部からシベリアにかけて、温帯、熱帯アジア全域、オセアニアなどに広く分布する。ランでは珍しく、芝生や土手、都市公園等の人間の生活圏に近いところで、普通に見ることができる。このため、ともすれば、 花の綺麗な雑草として扱われ、芝刈り機で刈り取られてしまう。他方、その花の可愛らしさから、昔からめでられ、愛好家主催の展示即売会等で、山野草として販売されることもある。昭和の終わり頃、当時の野生乱ブームの中で感情の早振りなどの変異個体を収集するのが流行したが、後日のように、 単独栽培や株分けによるクロ黒温増殖が困難なこともあって、ごく一部を除いて保存されていない。江戸時代に栽培されていて、カダンチキン地金賞では文字釣りとして掲載されていた。庭園の芝生などにも普通に見られ、さつきや多種の山野草を植えた鉢などに落ちた種子から発芽し、非常に強権に育つ。都市部でも普通に繁殖していることから雑草扱いされる一方で、 同一個体の長期的栽培は非常に難しいことが知られている。放任状態で何年も健全に育っていても植え替えて途中の共生菌との関係を格乱すると開花結実した時に養分を使い果たして保守してしまう場合もある。最新の注意を払って特別な管理をされている不入品種などは例外として同一個体を長年にわたって栽培している事例は ほとんど報告されていない。もともと自然状態でも、個体寿命は短く、新しくできたらちに種子が飛び込んで生育し、短期間で世代更新を続けている。そのため象徴が激しく、増生地などに短期間で大群落が形成されることもあれば、それが数年で完全消滅してしまうこともあり、時勢状況が安定しない。ネ、ね、ジ花の根は、貧困となって、 菌類と共生しているが、ネジばに共生する、菌根金として知られるものの一つは、植物遺体を分解して生活する、端子金のトゥーラスネラデラックウェイソンズであり、これは、不完全金リゾクトニアの完全世代の一つである。ありがとうございます。